アンドレアポリの紋章アンドレアポリは、ロシアのトベリ州西部にある都市。バル大丘陵のただ中にあり、バルト海へ流れる西ドビナ川上流に位置する。州都、トベリからの距離は西へ2 8 0トルモスクワからは西へ5 5 0トルモスクワ上空を守るロシア空軍の迎撃戦闘機、基地、アンドレアポリ空軍基地の所在地。 人口は2002年全土シア国勢調査で9317人。西飛び長は左岸のアンドレアポリからは対岸にあたるドゥブナの村は年代期の1489年の上に初出する。アンドレアポリの位置には17世紀から集落があり1783年にアンドレイアのポーレと改名し、その後何度か改名した。1907年、この地にボロホエと ベリーキエルキを結び、ベラルーシへ伸びる鉄道が開通し駅ができて以来、アンドレアポリは大きくなり1928年にはドゥブナも併合した。第二次世界大戦では、駅と集落は1941年や秋から1942年、冬までドイツ軍に占領されていた。1967年にアンドレアポリは死となった。アンドレアポリを中心とする、 アンドレアポリスキー地区は70%が森林に覆われている。このため林業と製材が町の主な収入源となっており、大きな製材工場がある。その他の産業は農業とその関連産業、溶業である。ありがとうございます。